皆さんこんばんは。今日はですね、またまた緊急でちょっと動画を撮っているんですけれども、私はね、今現在まだミュージカルの博多公演中でございまして、今福岡のホテルからなんですけれども、先日ね、頑張れルーヤのよしこに電話をしましてですね、まあちょっとこっちは新年のご挨拶のつもりでお電話したんですけれども、ちょっとお互いにこう行き違いがあってですね、よしこの方も誤解をしている内容があったので、その話題だけになってしまいまして、で最後にね、よしこの方からも話があったように、僕が今回、2020年をもって吉本を退所したという話についてもちゃんとね、よしこに伝えられなかったので、本来本当に会ってね話したいんですけれども、ちょっと今ずっとね福岡にいる状態が続いてしまっているので、ちょっと電話で失礼ですけれども、よしこに連絡したいと思います。出るかなこの時間。よしこ、はい、あ、ごめんね遅くに、お疲れ様。はい、あ、ごめん、大丈夫、寝てた、大丈夫かな。はい、であの時にちょっとね、いろいろとあって、吉本退所のお話をちゃんと お世話になった後輩にお伝えまだしてなかったんで、今日は改めて、よしこにね、吉本退所しましたとい う経緯とちょっとその辺の説明をしたくて今電話しました。お疲れ。そんなことよりそんなことより、どうしたの？最近自炊してる？あ、ごめん、俺がってこと？うん。最近、いや自炊って、まあそんなに自分で作ったりとかっていうのはまあ、あんまりないけどね。うん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 。まあ鍋の時期だもんね。まあ鍋はね、たまに作ったりはするけど。何どうしたの？しんちゃんさ。しんちゃん、そんな風に呼んでたっけ俺のこと。しんちゃん、最近肉の花の最後に行ったのいつだっけ？あれか、私と一緒に行った時に、この夜中に一緒に行ったのが最後かな。肉の花もさ、行ったよね。肉の花もさ、行ってさ、それがさ、よしこのが最後だよ。よしこ、待って、よしこ、ごめんね、よしこ、一回ちょっと落ち着いてもらっていい？肉の花もさは私とが最後だよね。よしこ、ごめん。私の肉の花もさだよね、それ。いや、よしこの肉の花もさ。よしこ、落ち着こう、一回。ちょっと待って。なんだか今、また話がこんがらがっちゃったんだけど、まず、よしこと肉の花まさに俺行ったことないよね。ないし、身に覚えがないの？いや、別に身に心当たりはないのかって聞いて。その何について？その肉の花まさとか、私がその、今こういう態度になっているということに対して、心当たりはないのかって聞いてる。いや、だからいや、よしこがなんでそういう態度になってるかちょっと分かんないけど、心当たりはありますよ。肉の花まさはつい最近行きました。ああ、そうですか、認めるんですね。いや、認めるっていうか、別に全然普通にね、自分で行ったんで、それは YouTube でね、 YouTube で益若つばさちゃんと一緒に肉の花まさに行ったっていう動画はありましたよ。認めた。いや、別に、よしこ、よしこ、それ認める認めないっていうか、僕が自分で撮った動画だから、隠せることでもないし、全然隠すことじゃないので、それが全然なんか問題ある？は
花堂々とってことですよね。その花まさ浮気というか。いや花まさ不倫、はい、不倫じゃないです。僕まず結婚してないし、花まさ浮気か、うん、浮気でも全然ないよ。だってただ肉の花まさに行って何肉団子を買ったりとか。誰が団子だよ、誰が肉団子だよ誰が肉団子だよ、私のこと肉団子って言っただろ。違う違う、誰が肉団子だよ。よしこ言ってないのよ。よしこ本当にごめんごめん、ちょっとお鍋みたいに今熱くなっちゃってるからグツグツに、うん、違うのよ。うまいこと言うな何がうまいこと言ってんだよ、こっち怒ってんだよ。何うまいこと言ってんだよ、喧嘩の時に何うまいこと言ってんの。いやだからなんかね、ちょっとこの間からね、よしこいろいろとおかしいなって思ってんだけど、はい、まずそれはYouTube の企画としてね、まさか翼ちゃんとそのまあなんか同棲デートみたいな感じの撮影をまあして、でまあうちに来てそのお鍋を、俺が自炊あんましないからそういう人でも簡単に作れるなんかレシピを教えてくださいっていう、そういう内容の動画だから、別にその浮気っていうか、そもそも別によしこに浮気って言われるそのね、ちょっと言い方あれですけど筋合いもないですし。ええ、いやない、下ろして下ろして違う、よしこ乗ってないのよ今日も。ずっと博多にいるから俺全然乗ってないのよ。いや、じゃあ仮に、はい、まあ、増若翼さん、はいはいはい、増若翼さんを、なんですか、もう怒りでちゃんと言えてないのよ。増若翼さんを増若翼って言ってないの、はい、下ろして。俺言ってないのよ。なんでこの間から噛むとすぐ下ろしてなのね、仮に増若翼さん、はい、と付き合ってないとします。仮定あれは動画だったとします。いやもう動画の撮影、 YouTube の撮影だったとします、はい、付き合ってないですからね。はい、私はその3時のヒロインさんの次は3番のヒロインさんいたでしょ。いや3番のヒロインの次は、はい、ああここでやっと3番のヒロインいたから私に戻ってくるんだって思ってたら、なんか次は増若翼さん行ったし、いや行ったっていうまず表現ちょっとやめてほしいし、もともとだからこの間も言ったけど、その3時のヒロインもその頑張れルーヤも本当にね、もう可愛い可愛い後輩なので、それはもうそれ以上でもそれ以下でもないというふうに言ってますよね。え、じゃあ言ってますよねって切れてます？いやいや切れてないですよ。そっちが切れてます？いやごめんなさい、全然切れてないですけど。私切れられる筋合いないんですけどいや違うよよしこ、別に俺切れてないんだけど、なんかね整理すると、はい、僕は今彼女がまずいますよね。はい、はい、はい、彼女がいる、はい、で定期的に頑張れルーヤには YouTube の、まあ、レギュラーなんで出てもらってる。サンジのヒロインもたまに出てもらってる、はい、で増若翼ちゃんにもこの間コラボとして出てもらってるっていう、はい、それだけの話です。え、どういうこと？どういうこと？いやいや、そういうこと、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないんですけど、まあ、仮にそうだとしても、はい、その私見たんです、その増若翼さんとの動画。見た、 ありがとうね、見てくれて。見たくはなかったんですけど、うん、なんか見ちゃったんです、たまたま。いや全然見てくれて嬉しいけどね、うん、で慎吾さんその、うん、動画の中でなんか、うん、ピンクの塩を出たじゃないですか。ああ、あったよ、ピンクのなんかアンデスかなんかの塩ね、うん、あれって誘ってますよね誘ってるよね
ごめんなさい、ちょっと意味がわからないんだけど、だってすごくなんかめちゃくちゃピンクの塩塗ってたし、はい、うん、あとなんかピンクの塩めっちゃこう削ってる時、増若さんのことすごくエロい目で見てたからこれ浮気じゃんというかなんていうか、ごめんごめん、ちょっと待って、ピンクの塩がなんでそういう表現になるのかがちょっとまずわからないし、あれはただ塩気をつけるための調味料だから。でもピンクの塩って私、うん、ピンクの塩、ピンクの塩って言わないで、あんまなんかそのそういうね、ピンクの塩っていうとなんかさわかんないけど、なんか、うん、それドキッとしちゃうし、こっちも、うん、ピンクの塩、はい、あんな目で、あんな目で、なんか丸いそのなんか棒みたいなのをね、棒みたいなのをこう握ってこう流しながら、ピンクの塩がどう、見るね、見る見るっていうか、あの削り出すやつ、塩を削り出すやつね、あれ。いや本当にただ家に来て、でつーちゃんと一緒にこう、まあ、白菜切ったりとか、そのね調味料を使ってお鍋作って、でまあ最終的にあの鶏の肉団子を作って食べるって。誰が肉団子だよ誰が肉団子だよ、私のこと言ってんのか、肉団子って。あと慎吾さん、スープ花まさで、はい、最近俺全然肉食わないんだよね、俺全然最近肉食わないんだよねって、あれ私のことか誰が肉だよ、最近全く食わないもんな、私のこと散々食い散らかしていや、よしこ、本当にそれ誤解を生むから、僕は肉だよ、いやいや誤解を生むから、僕はそれよしこのことをお肉だなんて思ったことないし、その女性としても食べちゃったみたいなことはないじゃない、今まで。いや、ええじゃなくて、ないじゃない。いや、何忘れてんのみたいなええだけど、ないから。もうはっきり言うけど、別に、あの、ちゃんと最初から最後まで見てもらったら分かるから、あれ全然、同棲ももちろんしてないし、うん、あの、お付き合いもしてないし、俺は彼女がいますし。で、よしこは、あの、後輩です。え、どういうこと？いや、これで伝わらないんだと、ちょっともうこれは難しくなってきちゃうんだけど、ごめん、俺から言えることはもう、はい、それだけだから、よしこ、はい、うん、いや全然納得いってなさそうだけど、ごめん、それだけだから、はい、ちょっと分からない説明だったというか、ちょっと分からないです、うん、ごめんね。でもまあ、もうとりあえずだってもうそれ以外に何もないので、はい、いいかな、うん、またよしこにも真昼にも出てもらいたいしっていうことで、どうだろうか、一つ。どういうこと？いや、もう今言ったそれ以下でもそれ以上でもない、そういうことです。そのなんかごめんなさい、私もなんていうのかな、ちょっと結構あの動画見てカッときちゃって、うんうん、ああそうなのね、ごめんごめん、浮気だ、これは浮気だ、うん、花まさ浮気だと思っちゃった。花まさ浮気っていうか、もう浮気っていうのがまずおかしいんだけどね、うん、どういうこといやごめんよしこどういうことは本当こっちのセリフなんだ、なんでそれで浮気、どういうことってことだから、はい、うん、全然納得してないまあごめん、とりあえずもうあんまりね、多分同じことの繰り返しになっちゃうんで、はい、うん、まああれはだから全然誤解だし、はい、安心してください。はい、それだったら、はい、しんこさんが、うん、大丈夫だよって。大丈夫だよ、全然安心して、信じて、はい、俺のこと信じて。はい、うん、はい、本当に大丈夫かな？ごめんなさい、私もなんか。いやいやいや、全然全然。いろいろ変なこと言って。いや全然いいの、もう本当にいつも助けられてるから。なさい、なんかすいません、うん、慎吾さん、とんでもない、オッケーオッケー、じゃあ安心しました、うん、はい、ありがとう、誤解もなんか解けてよかったです、はい、
じゃあまた東京戻ったらまたね連絡しますんで、ありがとうね今日は。いや最初の話は最初の話ようこそフィレッジへ。